はい、皆さんこんにちは、社労士の山下です。今日は4月の17日金曜日、今水道橋で収録しております。はい、今日こちらに収録に来る途中も非常に電車空いておりますし、街も静かです。私も、もうすぐもうほとんど家にいることになります。現在一応ね中上級の授業を中心とした収録、これをやっております。私もね、皆さんとなんかこう元気でやっぱりこう楽しい授業、やっぱいいですね。そう最近思います。いつもね、皆さんがいると思って私一生懸命ずっと今週も収録してますけども、一人で、でも皆さん伝わってると思うんです。私の収録のテープもね、普通通りです。私ってほら普通に喋るし笑ったりするし、いろんな笑い話いろいろ持ってきたりする、同じように収録してますから、それ見てください。はい、で今日は皆さんにね、この試験に向かってどのようにこれから過ごしたらいいのかなというふうに悩んでる人いると思いますので、それをちょっとアドバイスしましょう。はい、まずアドバイスします。一言で言うとね、これですね、リズムです。このリズムをね、戻しましょう。で、皆さん自身はもちろん意識されていると思いますけども、受験生です。私もこちらの水道橋で、もちろん全国の通信生の方もたくさん聞いてらっしゃるのを知っております。それから中上級の授業、日曜日と月曜日とか金曜日の夜の授業、それとあとは合格講座の皆さんですね、初めて勉強されるっていう、そのクラス、いろいろクラス担当しております。もうこうやってね、人で喋っててもね、皆さんが本当にいっぱいいるような、なんかそんな気持ちになって私喋ってるんですよ。あそこにいらっしゃったな、あの方って、やっぱりこうね、その中で多分今通信の方はどうでしょうね、それでもいろんな諸事情によって、リズム壊れてるのかなと思います。まずこのリズムという言葉なんだけどね、受験生であるということに一回戻らないとなかなかこう難しいです。今会社の方だとか、家庭の方だとか、いろんなさまざまな自分を取り巻く環境はもう大きく変わってるわけですよ。その中においてこう受験っていうものをですね、これ一回こう戻さないとリズムが取りづらいと思います。そして本当に数ヶ月前までは普通に授業を淡々と受けて、で演習をやって、で問題集をやってきたわけですよね。で今ちょっと大変な時期かも分かりません。私もそれはもうそう思います。だけどここでですね、あえてお伝えしたいのはリズムを一回戻すっていうことです。受験といったらこれ一番大事なことだと思います。じゃあそのリズムの戻し方お話ししますね。で先日試験が8月23日だよっていうふうに発表がありました。8月の23日が試験です。もうこの日はもう決まりですからね。はい、で8月23日の10時半から11時50分と13時20分から16時50分、これがもう発表。それで今回なんか申し込みがですね、試験が郵送だけだっていうから、それちょっと気をつけておいてくださいね。ということはまず皆さんはもう5月に入ったらこの受験の申し込みをしていただきます。こうもうすぐリズムがここに戻ってきますからね。はい、受験である以上は一回こう受験の申し込みをするということですよね。そしてこれから皆さんにどのように勉強していったらいいのかなという説明をしたいなと思います。はい、いきます。8月の23日が最後の、ここでがっちりと試験があるわけですよね。これに向かう作業というお話をします。でちょうど今の時期だと、僕も今ずっと社会保険このまま収録してたんですけども、皆さん大体社会保険の方に入ってらっしゃるんじゃないかなと思います。そこでですね、一つこんな話をします。講義ではいつもお話している内容なんで確認してください。こんな話です。健康保険がありますよね、あの話と思っていただいたら結構です。続いて厚生年金がありますよね、それから国民年金がありますよね、この3ポイントぐらいに絞ってもいいかなと思うんですけどね。
で、まあよく喋ってるのはこの健康保険というのと、健康保険、ちょっと見えないかな、健康保険、はい、よいしょ、健康保険と厚生年金はまあもともと出発が似てるんでね、まあ、もちろん健康保険が古いんだけども、非常にあの、似たところがあると。例えば適用事業所、それから被保険者関係、そして最後の方の保険料、非常に似てますよなんてお話してます。はい、まあ、標準報酬なんかもあるからね、こんなところかな、標準報酬で。今度は、国民年金と厚生年金ということからくれば、当然のことながら少しまあ重なって、障害の年金、これほとんど1回と2回同じですもんね、これね、障害の年金、これ非常に似ている、それと、通則関係、それから最後の方にやってくる、まあ、この3つに共通するのは不服申し立てだとか実行、今ピックアップしてます、こういうのは似てるよね、同じようなものがいっぱいあるよね、通則関係、障害だとかね、こういうところはほとんど、国民年金も、まあ、大体ルール的には似たようなものだと。でこういうパターンが皆さんにはお分かりだと思うんですよね。そして、まあ、基礎点と称するところ、まあ、いわゆる70点満点の35点を最初に固めに行くということで、例えばこの適用関係のこことここの違いは何なのかと、船舶が違いますよね、被保険者関係のこれの違いは何なのか、70歳が出てきますよね。それから標準報酬も等級が違ったりしますよね。それから国民年金の障害と厚生年金の障害でも1級2級が違ったり、手当金がついてきたりしますよね。通則関係似てるなぁなんて思いますよね。あと保険料、このようなカテゴリーをね、一回ちょっとこう白い紙かなんかを整理してみてください。そしてよし、まずは自分のリズムで受験でね、大事なことはね、僕はもういつも変わりませんよ、点数を取ることです。これしかありません。合格点を取りに行くことです。うん、分かれば十分に間に合いますからね。はい、合格点もう広げない。もうガチャ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 もう広げないで、今しっかりと合格点を取りに行く。これがリズム戻ってくると思うんですよ。はい。まあ、そのこの3つの、この関係があるということをもう一回確認していただいて、でこの辺の話はね、ちょっと今日の話の中で全部できないんで。まあ、おいおい水道橋の、まあ、水道橋ね、水道橋の、ホームページ、ちょっとうちの学校のクラスのね、あそこに山下の部屋っていうのをくっつけてますので、あちらの山下の部屋の方でまたそのお話は文章があればそれでできたらしていきます、そのつもりです、はい、そちらで見てくださいね。だ今日はもう本当に大まかな話ということ でこれをどうするんだと言われたら、この社会保険の35点をリズムを作ります。いきます、はい、じゃあどうやってリズムを作るんだと。1つ目、5月の模擬試験です。まあ、通信の方は自宅受験なでしょうけども、それはそれで普通に5月に受けてください。6月と7月、これをうまくこう利用することだって、もう完全リズムが出来上がります。ただ近くに目の前に目標がないと人間動けませんから、ね、だから目標があればそこへこう向かっていきますから、そうリズム生まれますからね。そうすると第1回目のこう模擬試験の時に今、行った、まあ、健康保険、あとから厚生年金かな、あと国民年金、まあ、あと一般常識もあるんだけど、これ1回ぶつけてみませんか、この5月に。だから逆に言うと5月の模擬試験はもうこれは、予定をしっかり決めて、まず始めって言われたら、もう社会保険からやっと解いていくんだと、社会保険から解いていくんだと。だから、35点ですよね、社会保険って。これで何点取れるかってこうやってみる、これ一つの目標になると思うんですよ。多くをやろうとしないで、今場合によってはちょっとリズムっていうかね、受験がこうなんかバタバタしちゃってね、なんかちょっとどうかな、しっかりとね、もういつも前みたいに、復習、過去問、その繰り返しができている、できてない人いると思うの。だって一回ここ立て直しましょうよ、この5月で、この科目だけ。で、労働法をどうすればいいかと、それはもうあとはもう受けるだけです。それでいい。はい、まずここからぶつけてみる。
そして今度6月な6月にですね、今度は労働関係、労働関係をぶつけてみましょうよ。それで最後はトータル関係、こんな大きなですね、あのスケジュール表を作っていただいて、ここで自分が何をやるべきなのか、今何をやるべきなのか、5月6月7月、これを明らかにすることです。皆さんの持っているものが違うと思います。中にはそうですね、社会保険は大体大丈夫なんだけど、なんか労働法、雇用権がよく分かんないなとかね、そういう方もいや、それで自分でスケジュール作ってみてください。でまずリズムをしっかり作ることと、受験って何をやるべきか、いつまでに、ね、これをはっきりすることです。はい、はっきりしていくとですね、随分変わると思います。はい、だん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 受験になっていきますからね。うん、であと僕がまあお話しするんであれば、そろそろ暗記に入ってくださいということです。ちょっと暗記の話をします。でたくさん、まあ、量があるんですけども、問題の構図っていうのはいつも言ってるように3の3つの構図から試験問題って作られております。35点が基礎点、20点が応用問題、15点が難問、これがまあ試験上での作り方です。択一の作り方、それとあと選択があるわけですけどね。でもうそろそろ暗記に入るっていうのはですね、どこの暗記に入るかというとですね、選択式が出てくるから数字の暗記です。これをちょっと意識して、数字の暗記、まあ、分数だとかああいうところはね、もう今ぐらいからこう暗記していかないと、なかなか持って試験近くになると難しいですね。でそれを暗記の中で、特にこの科目っていうふうに最初に言っておきます。老記、ここは数字ではありませんけども、やっぱり36条協定ですか、この関係のところ の労働時間がいっぱい出てきますから、去年の改正ですけど、サブロック協定のところはちょっとこう最後数字のチェックをしてください。それと連動するように労働安全衛生法、ここにも数字が登場します。特に健康診断のところ数字が、面接指導とか登場しますからね、この数字を中心として、はい、で労災はね、あんまり数字どうのこうのとあんまり出てきませんので、まあ、労災はスーッといっちゃったらいいんじゃないかと。で雇用権、まあ、ここはもう決まってます。所定給付日数のところですね、所定給付日数だとか、あと教育訓練給付金ですか、まあ、こんなところに数字がいっぱい固まってますので、ここら辺とか、まあ、言い換えばもう雇用権自体がそういう科目です。で徴収法はね、選択式がまずないでしょ。で徴収法は、ね、あんまり数字ってね、あんまりどうかなというところなんですよ、いろいろ調べるとね。うん、まあそれはもうだからここには載せません。はい、そして続いて健康保険で、この数字の中で重要なのは、憲法もね、厚生年金も、まあ、国民年金も共通点で集まるのが保険料なんです。ここを先にやる方がいいです、しっかりと。でこの保険料はね、もう本当に数字がいっぱい固まってます、可能性はあるし、この保険料を勉強していくとね、主要な科目っていうので保険料を勉強した後、今度一般常識っていうところに行くじゃないですか、社会保険の一般常識ね、まあ、ここ行った時には今度は国保、介護保険、それから高齢者医療と来るでしょ、ここのところにこう来ると、ここと の感覚もあるんですよ。例えば国庫負担の問題とかね、保険料、この保険料というものをね中心にね、まずは社会保険を勉強するといいです。私がいつも講義してるのはこんな感じです。社会保険そのものが保険料をどう集めるかで作られたからです。保険料どうやったら保険料を集めるかで問題を作ってる。だから標準報酬とか被保険者って、被保険者という言葉は保険料を納める人って意味ですから、それを誰が集めるか、それ保険者でしょ。だからちょっと保険料をどう集めていくかで、条文で作られてますので、だからまあ勉強の仕方としては、この社会保険は保険料主体として、まず数字あたりをピックアップしたらどうですかってことです。それでこの暗記に関してもですね、1日ある程度テーマを決めた方がいい。まあ、5つ10個でも何でもいいんだけどね、どっちみち忘れます。忘れたらまた勉強すればいいんです。それを繰り返すんです。
で、この数字の暗記の仕方で一ついいことをお伝えしておきます、はい。ちっちゃなノートを用意してください。このぐらいの 手帳でもいいんですけどね、なんか書き込めれるような、そのぐらいのものでいいと思うんです。このぐらいのちっちゃいので、ね、持ち帰る。それね、一日覚えるものを書くんです。であんまり科目変えない方がいいです。同じ科目の中なら科目の方が覚えやすいかなと思いますから、そこを書いて、それを一生懸命1日10個なら10個覚えると決めるんです、ね、決める。不服の申し立てだって、書類の保存だって何だっていいですよ、はい。そういうふうに決めて、自分が弱いなと思っているところを一生懸命で、次の日また思い出す。それでね、ノートのいいところはね、白い紙でしょ、そこに覚えてる数字を書くんですよ。どういうふうに書くのって言ったら、それは保険料の話したでしょ。じゃあ健康保険料範囲はどのぐらいなの、うん、それから、国庫負担率はどうなのっていうのを自分の持ってる知識の中でまず書いてみるんですよ。書いてみて、前回勉強一回覚えたんだから、一回覚えるとき一生懸命これ覚えるぞこれ覚えるぞって書いてみて、それでまた次の何日か経ったとき白い紙に、はい、じゃあ覚えたものを書きなさいって、これです。これ繰り返し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 やっていくと、だんだん慣れてきますから。まあ、特にこの数字を勉強している時のコツは、分数ですね。4分の3だとか2分の1だとか、これめんどくさいね。早めに早めに、これはやっていきましょう、はい。じゃあちょっと、応援メッセージということで、ちょっと皆さんに最後にまとめていきたいと思います、はい。少し先を見て勉強しましょう。8月の23日は来ますから、はい。そして私が一番伝えたいことをちょっと大きな声を上げて皆さんに言います。一番伝えたいことね、はい。普通に戻る、普通に勉強、普通に戻って普通に勉強、これが一番伝えたいことです、はい。まあ、いろんな環境だとか、私の周りだってずいぶんいろいろ変わっております。だけど普通に戻りましょう。で、普通に勉強しましょうよ。それでまた皆さんとね、お会いすることあると思うんですよ。通信の方も同じように私言いますからね、同じように言いますから、はい。で、またいつもと同じような冗談いっぱい言わせてくださいよ、はい。そういう授業をまたしたいなと思います。だから普通に戻って普通に勉強。さあまとめ、リズム、受験生であること、点を取ること、8月の23日、そしてそれに向かってやるべきことを決める、やるべきことを決める、そしてもう始めなきゃいけないのが数字の暗記と説明してきました、はい。またね、何かあったらまたお話とかこういうふうにな機会があれば、いろいろ書きます。で、私は一応自分の意見なんかもいろいろ、なんか自分の部屋っていうのを持ってますので、そこで書いておりますので、ぜひ見て見に来てください、ね。スードバイスで、検索すれば出てくると思いますからね。私の、なんか顔が出てきますから、そこでご覧になってください。またお会いしましょう。はい、お疲れ様です。